どうも、オプショントレーダー兼ボイシーパーソナリティの熊谷です。今日もチャートとオプションの手口を使って今後の日経平均の動きを考察していきたいと思います。CPI 発表後の1300円の値幅、そして週末ナイトセッションではそこから430円の再度の下落と、 まあ、目まぐるしく動いた週末だったんですが、さすがに値動きもやりすぎたのか、週明け月曜日の今日は逆に寄ってからはほとんど動かない、なぎの一日となりましたえ。ここからは決算とアメリカ中間選挙を睨んでの10月の底がどこか、ね、ここを早く見極めるのが重要と、まあそういう段階になりますえ。そのためにも日々のチャート重要になりますので、ぜひ最後までご覧ください。えそれでは早速、10月18日、 日経『225』オプション考察始めていきましょう。 はい。え、それでは10月17日の相場外況からです。日経平均終わり値26,775円、314円安、1.16%、トピックス1879.56、18.63、-18. 0.98%、マザーズ715.00、0.58 00、0.08%で終えています。 次に売買代金ですけれども、当初プライム今日は2兆4239億円と、まあ、割と換算としてきています。スタンダード674億円、そしてグロー数も1000億円割れの915億円と、まあ、非常にね、代金は少ない1日となりました。次に恐怖指数ですけれども、ビックスが32.27。 先週の同時刻、31.97ですから、まあ、そんなに大きく上がってないですね、で日経平均の、えー、日経平均 VI の方もですね314円下がった割には0.3しか上昇してない、まあ、25若干超えてきて25.02なんですけれども、き、まあ、今日はね、下げた割にまだまだ、そのなんだろう、恐怖心が上がってこないと、まあ、そういう状況になっています。 はい、今日は月曜なんでね、またボイシーのご紹介をさせてください。えー、フォロワーさんね、3118人となっておりました。いつもありがとうございます。コメントいただく方も、聞いていただく方もね、本当にいつもありがとうございます。えっ、ー、とですね、えー、今日、また、えー と、今日何日 ?10 月の17日、えー、プレミアム配信をしておりますが、今日は、えー、ストキャスティクス大作戦のね、実践編。前回、まあ、前々回かな。えー、と、ストキャスティクスのトレーディングビューでのチャートの作り方、そしてちょっと面白いストキャスの、えー、インジケーターなんかもご紹介をして、まずチャートを作れるところまでやってたんですが、まあ、実際にね、こと、えー、今年2022年の直近の半年ぐらいの、え、日経平均の冷やし、先物ですけどね、冷やしを使って、ストキャスティクスをどういうふうに 使えば、まあ、いいトレードポイントになるのか、いわゆるネ、ね、ストキャス大作戦っていうのをえ、ボイシープレミアムの方でやっております。 それ以外にもね、今年、今月10月は、ギャップ理論、窓理論ですね、とか、大作戦シートの見方の詳細の説明とか、大作戦シートの Excel データの配布ね、こちらはボイシープレミアムのみで Excel 生データの方は配信しています。あとはトレーディングビューのウォッチリストの使い方、便利な使い方とか、まだね、あの、10月中旬ですけど、そこそこ配信をしております。そして、えっと、今月からね、ちょっと初月無料の設定にしていますので、まあね、今お話ししたようなものは、一旦初月無料で 確認していただけます、ね、大作戦シート、えー、とそのまんまねゲットすることできますから興味のある方ぜひボイシーの方も、えー、覗いてみてくださいもちろん、えー、無料配信は相場のある平日毎日やってるんでこちらもねぜひ聴いてみてください、えー、この動画の概要欄にリンクを貼っておきますぜひボイシーの方もチェックお願いいたしますはいそれでは早速チャートの方を見ていきましょう「阿炎共感の週末から一点なぎ」 の相場ですね本当に今日はあのツイッターでも言ったんですけど、えー、とよりからの30分の高安。 の間に今日一日中収まったんですね。一回も上にも下にもブレイクしなかったと。まあ本当に動かなかった一日となりました。寄った後ね。はい。そしてえ今日は金利と株価の特にレジサポ。上にも下にも今日は動けなかったので、上値めど、下値めど。まああんまり変わってないんですけどね。まあ、もう一度しっかり見ておこうと。そういうまあ回になっております。はい。まずは日経平均冷やしいつものチャートのところです。今日は結局、 陰線なんですね陽線になるかなと思ったんですけど、はい。なので、えっ、ー、と、一応ね、一応形は、ハラミ足です。陽線の後の、陽の陰ハラミになってるんですね。ただ、天井圏ではないんですが、ね、株価の上の方でこういう形が出ると、また少し下げやすいと。うん、まあ ね。で、一つ心配なのは、やはりずっと言ってる25日戦と200日の戻り売り。ね、戻って売られる。戻って売られる。いわゆるリターンムーブ。ここが、まあ、一回ね、レジサポート。今まではサポートだった200日をここで割ってしまったことで、今度はレジスタンスになるという、もう本当に教科書通りの、まあ、残念い,いろんなね、いろんなイベントあったんですよね。その CPI だ、PP、あの、PCE だ、PPI だ、えー、雇用統計だ、いろいろありましたが、後からこうやってチャートを見ると、なんだかんだね、レジスタンス、 レジサポですね。はい。まあまあ、そのまんまの動きになってるので、一旦下がったので、また戻してくるようなことがあれば、この25日ないし、200日が戻り売りですね。もう一回ここで戻り売りをして、上に抜けたらすぐ手締まいして、今度はロングでついていくという形ですね。まあ、2度あることは3度あるなので、まあ、もう一回ね、叩かれるかもしれない。ただ、今日はほとんど戻っていないという形で、この形はまた少しね、弱含んでもおかしくないので、 まあ、ナイトに入ってね、そ、あの、一旦底堅いんですけど、戻ってもね、やっぱりそんなに上根をまだ見,る見れる。 状況ではないかなと思います。はい。で、えっ、ー、と、日経平均先物の,の方です。まあ、先物も,もね、きっちり、ここのとこずっと25日で上値、抑えられてますと。はい。いう形になっているので、現物とあんまり変わらないんですが、やっぱり先物はね、えっ、ー、と、1日、えっ、ー、と、この日にちが先に進みますから、えっ、ー、とね、ここ、ね、CPI で上にも下にも大きく下ひげて、まあ、下ひげつけてね、大きく1300円上がったところで、昨日の足は、これ、厳密にはね、これ、えっ、ー、と、足にはなってないという、私は判断 なんですね、はいこのひげの部分がね、このローソク足の実体の上、超えちゃってるので、まあ、厳密的にはハラミ足ではないものの、まあ、ハラミ足みたいな形になって、そして今日今のところ21時3分、17日の21時3分は、今度また少し反発してるんですけど、この中に収まってるんですね、今度は陰の洋ハラミになってきているという、まあ、なんともね、難しいマト的漁シカみたいな。 ね、格好になってきているので、まあ、ここ上にドーンと抜ければ、えっと、明日は25日戦200日を、えっと、この現物でも抜けていけるのかっていうチェックになりますが、えっとね、ここ下に抜けてきたら要注意。ただ先もの、先物は今日ここで踏ん張れば、えっと、日線が上向きに来てますよね。つまり、五日線が上向きになって、ロ、えーソク足ローソが上にいるということなので、えっと、まあ、またね、この短いところの、と底 で少ししまた上に行けるかもしれないそうなると、えー、10月からね下値、ね、をこう、ね、切り上げるっていう動きここ割り込んでないので。 こ,このあたりね、5日線にサポートされて、少し上に行けるような形になれば、今日のナイトは非常に安心して見ていられるんだけれども、実際ね、22時半になってどうなるかというところかなと思います。まあ、この後出てきますが金利も今落ち着いてますからね、このまま落ち着いてくれればという感じではあります。はい。で、えっと、同じように今度はボリンジャーバンドでえっと先物の,の方を見ておくと、ちょっとね、えっと、ここ、 ね、あの、まとり押みたいになってきてると。なので、えっと、ボリンジャーバンドで見てもですね、少しだけ現物に比べると、一足先に、バンドがね、縮んできてると。まあ、今、これ25日戦、ゼロライン近辺で上ね、抑えられてるので、ここ抜けるかどうかっていうのは変わりがないんですけれども、まあ、ちょっとね、あの、このあたり、3日ほどレンジになったことで、まあ、3日っていうかな、ね、ここはひどかったんですけどね。 まあ結局下がって上がって、ここに戻ってきてるってことなんですよね。2万7千円近辺。はい。ここです。で、ここはね、EPS の観点で言っても、ちょうど今12.5倍が2万7千円なんですね。ですからまあこの後、うん、と決算シーズンっていうところで、まあ今はでもね、金利の水準とか考えると、 過剰平均の話ですけど、やっぱり12.5倍ぐらいまでしか買ってもらえないと、ですから、今の EPS だとやっぱり2万7000円からせいぜいオーバーシュートしても2万7000、2 300円なんですよね、算数でいくと。だからまあそのあたりがが決算によって少し上がった てくればえそれにつられて、二万七千円を抜けていけるっていう形になるんですけど、ねまあ、でも、ちょっと、うん、このあたり、ね、二万七千円近辺で、少し揉み合うようなことになると、ぐーッと、ね、ボリンジャーバンドが縮まってきて、その後、上か下に跳ねると、まあ、そんな展開になるので、ちょっと、ね、このあたり、ね、もしかしたら、数日、もたもたするかもしれない、っていうところも、ちょっと必要かも。あのそういう目線も、ね、必要かもしれません。そして、こちらも先ものの新型マック・リーなんですけど、ほとんどヒストグラム変わらず。 踏んん張ってるんですねもうあのすぐにでもねまたここ下げていく中で引転しちゃうかなと思ったんですけどえここも、うん、下げがねあの5日線で止まってるというところが割と象徴的でこれ先物の,の話ですけどねで新型 MacD もあの引転になってるのは要点のままなんですよねですからここ下ね切り上げずに あの、踏ん張ってれば、少し上に行けなくてもね、あの、25日戦も200日も緩やかに降りてきますから、まあ、そのあたりハードルが低くなってきたところでぴょっと抜けていくと、このあたりのヒストグラムはまたぴょっと伸びて、で、マックーもこれ、引転しなかった、引転したんですけど、ここの要点で、あの、後からね、これ書き換えられて、否定されてですね、一旦要線が続いている状態になってますから、まあ、このあたり見ても、なんとなくね、あの、 底堅いっていうのが今先物が表している。まあ1日2日の足ですけど。なのでちょっとそこも頭に入れといた方がいいかもしれません。そんなにね、今現在ヘッドラインがなんか出ない限りは下を掘らないんじゃないかっていうね、チャートの見た目になってます。もう一つ、こちらは今日ボイシーの プレミアムでご紹介をしたストキャスティクスですね。ストキャスティクス大作戦で今使っているチャートです。まあ、実際このチャートの作り方、インジケーターなんかは、ボイシープレミアムで詳しく説明しているので、まあ、ちょっとね、冒頭で告知したように、初月無料なので、ぜひ確認をして、皆さんもこのチャートを作ってみてほしいんですが、ここで言いたいのはですね、ただストキャス結構上に来てるんですね。なので、この後25日線を抜けていくような足になると、ストキャスティクスが、このね、バンド抜けてきて、 そうすると、天井サインが今度ついてくるんですね。えー、ショートするかどうかは、えー、とそのまだルールではないんですけど、えー、とストキャスティクスが今度はね、いち早く天井を示唆してくると。ね、天井ってほどでもね、だからやっぱりこのあたりなんですよ。25日、200日で戻り売りになる可能性が、ストキャスティクスからは、えーとね、示唆されそうだというところなので、そのあたりも頭に入れて、ぜ、ま、ひ、あね、ストキャスティクスをうまく使って、戻り売りになった場合は、 えっと、また天井をね、うまく捉えてほしいなと思っております。もう一つ、越えなきゃならない壁としては、この ATR トレンドですね。こちら、もうずっと越えられない。まあね、25日線で上に叩かれていて、実は ATR トレンドっていうのは、9月の中旬以降、この CPI の後以降は、25日線とほとんど同じ角度で、今下がってきていますから、ここを抜けられないということは、25日線を抜けられないということは、ATR トレンドも否定できないと。つまり、えっと、これずっとね、下降トレンドになって、 まあ、あの日足でいうと8月のお盆からねずっと下降トレンドになってるんですけどまあ下がって上がって下がって上がってっていうところなんですよこれをね否定するには。 この ATR トレンド、上値を切り下げる、この緑のラインを抜いていかないといけないんですね。で、上昇になるか、レンジに戻れるかはまだわかんないですけど、少なくとも下落トレンドを否定しようと思ったら、ここ抜けていかないといけないんですね。日に日に下がってきますが、明日は27,130円です。そして25日戦が今27,120円で、だいたいこのあたりでね、クロスしますから、27,130ないし120円あたりを明日、 ないし、水曜日ぐらいにここ抜けていけるかどうかですね。まあそうなれば一旦下落は否定されて、もしかしたらここを起点に短期上昇トレンドになるかもしれない。こうなると、アメリカのね、11月8日の中間選挙に向けて上がっていくかもしれないというアノマリーにも、少し 今年の信憑性が出てくるそうすると、この辺りが底値だったよねと。これ10月のね、頭。えっと、安値はここなんですけど、終値ここですからね。10月終値の安値ってこの辺なんですね。3日と13日です。ですから、この辺が10月の安値だっていうところが、これを抜けていくことで、ある程度ね、そうなんじゃないのと。そうすると、あと2週間ぐらい、こうね、じりじり上がっていくんじゃないかっていうストーリーも出てくるわけなので、まあね、今週この辺りを抜けていけるかどうかが重要かなと思っています。はい。 あとは金利ね。金利はこれ、アメリカのえっと名目金利、10年金利の方は、今日の時点は少し下がって3.947。まあ4、4%をまたちょっと切ってね、ちょっと今日は一段落しています。で、えっと、実質金利も下がってきてます。ちょっとね、期待インフレ率がここで上がってきているので、名目金利上がっても実質金利そんなに動いていない。これも株価的には、ここが上がっていくとね、株価下がりますから、不安なんですけど、ちょっと今落ち着いてるんですよね。だから、この隙に、まあ、少し底値固めをして、 万7000円を抜けるような展開になれば、まあ、ロングしてる人にとっては少し安心できる流れになるんじゃないかなと思っていますそうならなかった場合は下値目処をねしっかりと見て割っていくとえ目線をまたショート深掘りという方に変えないといけないとでえー、っともう一つねずっと不穏な、えー、っとこれはビットコイン結局ですね CPI の時にどんどんと ありましたが、えー、もうまた戻ってきてですね、今日も、まあ、少しずつまた切り上げて19000ドルをね、一瞬割っているんですけど、また少し切り上げて、今日は19429ドル、21時18分現在ね。 はい。だからまあ別にそんなに強いわけではなくて、非常にビットコインにしては非常に狭い。たった1000ドルのところでね、行ったり来たりしてるんですよね、FOMC の後。ちょっとオーバーシュートすることはあれど。はい。なのでまあね、上にも下にもこの辺りでいるので、裏を返せばね、底がたい。ただ上値も重そうというところなんですけど、ここがね、ストーンと崩れてないのは、まあね、株価が急に今日、また大きく崩れるみたいな動きにはなってないので、まあなんとかね、この、めちゃめちゃくびれてる、 ボラティリティがもうめちゃめちゃ少なくなってる。これビットコインにしては異常なぐらいね、ボラティリティが今低下してる。ここで上かした、ね、エネルギー貯めて爆発すると思うので、どっちに爆発するかですね。はい。私はね、あの、選挙まではね、あの、上に4、6、6、4か。 で、上かなと思うんですけど、選挙明けは64でしたっていう気もするので、このあたりもね、ちょっと毎日注目しておくべきポイントかなと思います。はい。ということで、まとめなんですが、え日経平均はね、値幅も、それから今日は出来高も急激にしぼんだ1日でした。で、えっと、上昇メドと下落メド。これね、えっと、昨日のメンバーシップ動画で、えっと、ご紹介をした部分の、ここだけね、ちょっと取ってきて、で、実際今日の値に、えっと、入れ替えて書き直した分がこんな感じです。 で、えっと、今日の終わり値が26,775円ですね。今これ収録をしている21時半から22時の間は、えー、先物が26,900円ぐらいまで上がってきたのかな。なので、ちょっと上の方に今ね、あの来ていますが、いずれにしても、上も下もね、値幅そんなないんですよね。せいぜい300円ぐらいというとこなので、どっちにブレイクするかっていう目線で見ておくべきだと思います。上は200日と25円目。特にここですね。さっき散々お話をしました。で下の 方はこれね、一目均衡表の転換線は今日ピュッと転換線が上がったことでこれねあのもう割っちゃってる計算になってます。 あのね、金曜日まではこれ510円だったんですが一気に300円ぐらい上がりました。なので、ここはまあちょっと、まあ、でもね、今、先物はまたこの上に来てるんですよね。はい。で、一番大事なのは、週足のトレンド。これは昨日のメンバーシップでご紹介をした部分です。26,400円。そして、マイナス1シグマも26,361円。窓埋めも398円。この辺ですね。350円から400円ぐらい。ここを割らずに死守できるかどうか。逆にここを割っていくと、ちょっとね、危険だっていうところで、 下の方にまたポジションを考えていかないといけない、まあ、そんな水準で今週は見ていくのかなと思っていますでここはあんまり先、ね、週と変わってません、はい、さっきも言いましたね10月3日ないし10月13日が10月の安値だと確認できるような流れになればここからじりじりと、まあ、一本上司というよりも、ね、上がって下がって上がって下がってしながら下値を切り上げて11月の上旬までは上がっていけるんじゃないかただ FOMC とかあって ね、いろいろ難しいんですが、はい、で逆に10月13日の終わり値、ね、これ2万6237円ってここなんですね、マイナス1シグマの下にここがあります。ですから、ここを割るとですね、このね、えっと、安値がここじゃないという話、そうすると10月の下旬なのか、末なのかと、えさらにえっとこの安値、10月安値を見極める動きに入らないといけないので、まあ、なかなかね、厳しい、あの選挙に向けて上がっていくぞっていう。 ね、相場間を持てる期間がどんどん短くなっていきますから、えここを割ると相場間を下に変えないといけなくなってきますから、まあ、いずれもね、このあたりの節目をしっかりと毎日確認をしてみてください。はい、それではここからオプションの手口を見ていきたいと思います。まずは海外税合算ですがえ、今週11月切り、初めてね、JPX から開示されました。26,875円から27,375円。この緑で塗った範囲が、 先週までの正しい残高として公開をされています。それ以外のところは、先週の取引結果だけを入れているので、実際これがね、えー、残ってるかどうか、ここはしっかりと棚卸しができてるんですけどっていう、まあ、いつものね、話になりますが。で、そうやって見ると、2万7000円から2万7250円ぐらいが、まあ、開示されたと。で、そのエリアは、海外勢合算すると、コールは買い長。 といってもね、2万7千円のところが206枚買われてる以外で、あとはね、これ、黒字とはいえ、あまり枚数出てないですね。で、一方で、プットの方は同じく2万7千円のプットが733枚と、まあ割と大きな買い越しに対して、それ以外のところは全部売り。ただ合算すると買いの方が長い。つまり、コールもプットも買い長という状況で始まっています。 で、2万七千円のところがね、コールは200枚程度ですけど、プットは725枚の買いということなので、まあ、バランス的に行くと、2万七千円でもね、ちょっと下が優勢。でも、その上にはね、コール2万7千250に415枚とか買いがあって、まあね、まあ、その上が売りがありますけど。ということで、まあ、全体でこれね、合算すると、2万七千円から上に行くか下に行くか、両方の目線でまずは買いから入ってると。 まあ引き続きね、結局その、うんと、10月切りが最後の最後までどっちに行くかわからないという形で、あのねねまあ、そのあ急激に上昇していったわけなんですけど、あのね、結構その上、上に行くか下に行くかわからない、2万6500円ぐらいから上か下かわからないみたいな状況になってたのと、同じように2万7000円で上か下か、まずはどっちかわからないという形になっているのが、海外勢の合算かなという気がします。 はい、え次にゴールドマンです。ゴールドマンは、うん、とコールだけですね、ほとんどプットは今、取引がないという形で、コールは、えー、2万7250よりも、ねえー、と上がらないという形で、546枚の売りっていうのがこれ、開示で分かってます。で、先週は2万7500が250枚、そして今日は、えー、コール2万7750が200枚ということで、ちょっとファーのところのコールは買ってきている。 そうするとね、ここ合算すると ATM に近い方を売って遠い方を買ってるので、これクレジットスプレッドみたいな形ですよね。つまり、えー、27,250よりは上がらないという目線でヘッジを入れていると。まあ、ただね、初日に近い位置だしえ、プッとほとんど入れてないので、まあちょっとね、全くまだわかりませんが、ざっくりと27,250よりは下じゃないっていうところでスタートしていると。まあ、そんな感じになっています。 はい、次にアムロです。アムロは、んと、コールの方は買い越しですね。で、プットの方も大きく買い越しと、同じくやっぱり2万7000円っていうところですね。で、さらに今日えっと、コールもプットも ATM に近い方を買って、遠い方を売っているという形になっています。ですから、やはり2万7000円、これね、あの、 えっと、色は、プットの方だけ青く塗ってますが、えっと、こっち、コールもね、927枚なんですね。まあ、たいいつも950枚ぐらいよりも上で、ピンクに塗ったりしてるんですけど、そうすると、コールもプットも2万7千円で大きく買い越してるということで、でも、その上はコールは売ってるし、下、プットも売ってるということなので、これ非常にね、2万7千円近辺だと、上も下も500円ぐらいでね、あのブロックしてるので、2万7千近辺じゃないの っていうところで最初は入れてきた、まあ、そんなねあのバランスになっていますはい、えー、最後は先ものです今日日経平均は、えー、マイナスの1.16%トピックスがマイナス0.98%という中でラージプラスミニが1309枚の買い越し、えー、とトピックスの先物が1400枚の買い越しという形で合計で2709枚の買い越しの1日となってますねはいえー、っと今日はね差が ではいるんですけど先物は買い越しになったという形ですかねはいちょっとこのあたりね動きが変わってきてるかもしれませんね個別で見るとまあ、アムロはね下がった日なんでこれはいいとしてあとは BNP が2237そして UBS が2978とバンクオブアメリカが1759とまあ、このあたりですね で、売り方の方は JP モルガン2261と、えー、モルガンスタンレーが3700と、まあ、ルガンモルガンで売ってきたと。まあ、ここら辺はね、基本的には買い長の人たちなので、まあ、まあね、売ってきてもと。 いう感じですから、まあ、全体的にはね、そんなに、ゴールドマンも今日は動きおとなしいし、えー、クレディスイスもそうですもんね。だから、まあ、ちょっと、えっ、ー、と、買うかは下がってるんだけれども、今週ね、いきなり、まあ、少し先物買われてるというところは、頭に入れといた方がいいかもしれないですね。はい、そんなにね、下ね、掘るような、まあ、変なね、ヘッドラインとか、変なこ、また事件というかね、何かびっくりするようなことが起こらない限りは、意外とね、底堅いんじゃないかな、なんていう気はしています。 はい、ということでいかがだったでしょうか。えー、今日はなんか背景とマッチしてますね <laughs>、えー。今日の天気予報は晴れのち曇りということで、まあ、一旦はですね20、25日、200日に向かって、まあ、少し、ね、あの下げすぎた部分も反動もあって切り返すかなと思ってはいますが、 ただ、えっと、また25日、200日、ここら辺に節目、それから EPS から見た PR みたいなもので見ても、そんなにね、上ガンガン2万7500円に向けて上がっていけるとは、まあ、現時点では思ってないので、こういう天気図です。ただし、上にブレイクした場合、下にブレイクした場合は、すぐにポジションをそちらに合わせるというね、まあ、非常に柔軟な動きが必要な1週間かなと思っています。はいということで、今日の動画も役に立ったぞというところがあれば、ぜひグッドボタンを、そして毎日こんな形で アクション戦略を中心とした日経平均の考察しておりますよろしければチャンネル登録の方もぜひお願いいたしますそれではまた次回の動画でお会いしましょうまたね